私もあなたの作品の一つです。漫画家の赤塚不二夫さんの告別式で赤塚さんを肉親以上に慕っていたタレントのタモリさんがその思い出をかみしめるように、そして敬愛の念を込めた弔辞を述べました。私がお笑いの世界を目指して九州から上京して、歌舞伎町の裏の小さなバーでライブみたいなことをやっていた時に、あなたは突然私の眼前に現れました。その時のことは今でもはっきり覚えています。君は面白い、お笑いの世界に入れ、自分の人生にも他人の人生にも影響を及ぼすような大きな決断をこの人はこの場でしたのです。それにも度肝を抜かれました。それから長い付き合いが始まりました。深夜までどんちゃん騒ぎをし、いろんなネタを作りながらあなたに教えを受けました。いろんなことを語ってくれました。お笑いのこと、映画のこと、絵画のこと、他のこともいろいろとあなたに学びました。あなたが私に言ってくれたことは、いまだに私にとって金言として心の中に残っています。そして仕事に生かしております。あなたは私の父のようであり、兄のようであり、そして時折見せるあの底抜けに無邪気な笑顔は、はるか年下の弟のようでもありました。あなたは生活すべてがギャグでした。あなたの考えは、すべての出来事、存在をあるがままに前向きに肯定し、受け入れることです。それによって人間は重苦しい意味の世界から解放され、軽やかになり、また時間は前後関係を立ち放たれて、その時その場が異様に明るく感じられます。この考えをあなたは見事に一言で言い表しています。すなわち、これでいいのだと。これでいいのだ。さあ掃除を始めるのだ。お出かけですか。おそ松くんが始まるダンス。シエー。多くのキャラクターを作り上げ、数々のギャグを生み出した漫画家の赤塚不二夫さん。今日営まれた告別式にはタモリさんをはじめ1200人が参列しました。葬式にふさわしいない顔をしたものは映ってたと言われたんでね、悲しかったことを思い出しながらそんな顔になったのかなと思ったりなんかしましたけどね。実際漫画家に接しますと、あんまり面白い方いらっしゃらなくて、 それで言いますと、あの赤塚さん本当にあのご自身で漫画そのものをやってらっしゃったっていうところがあって、ああ すごいなって、ちょっと僕もそんな風になりたいなというふうに思いましたね。弔辞の中でタモリさんは、1985年に海で遊泳中に亡くなったタコ八郎さんの葬儀で葬儀委員長を務めた赤塚さんの思い出を述べました。タコちゃんの葬儀の時に、大きく笑いながらも目からはボロボロと涙がこぼれ落ち、出棺の時タコちゃんの額をピシャリと叩いては、この野郎生きやがったとまた高笑いしながら大きな涙を流していました。あなたはギャグによって物事を無化していったのです。祭壇には人気キャラクターが赤塚さんを囲み、その照れくさそうに笑う赤塚さんの遺影は、長女の理恵子さんが一番好きな写真を選んだといいます。棺には赤塚さんが愛した猫
菊千代と一緒に写った写真とアイデア帳、鉛筆、そして天才バカボンの漫画本が収められました。そして会場にはファンの献花台も設けられ、炎天下にもかかわらず赤塚作品を愛したファンが多く訪れました。あなたは今この会場のどこか片隅でちょっと高いところからあぐらをかいて肘をつきニコニコと眺めていることでしょう。そして私にお前もお笑いやってるなら弔辞で笑わしてみろと言ってるに違いありません。あなたにとって死も一つのギャグなのかもしれません。タモリさんのお笑いの才能をいち早く見出した赤塚さん、弔辞の最後をタモリさんはこう締めくくりました。私は人生で初めて読む弔辞があなたへのものとは無双だにしませんでした。私はあなたに生前お世話になりながら一言もお礼を言ったことがありません。それは肉親以上の関係であるあなたとの間にお礼を言うときに漂う他人行儀な雰囲気がたまらなかったのです。あなたも同じ考えだということを他人を通じて知りました。しかし今お礼を言わさせていただきます。赤塚先生、本当にお世話になりました。ありがとうございました。私もあなたの数多くの作品の一つです。合唱。平成20年8月7日、森田和義。多くの人に愛された赤塚さん、そして多くの人を幸せにした赤塚さんの作品はこれからも皆を笑顔にさせてくれることでしょう。それでいいのだなんてね。